本当に鳥肌立った気持ちね。やりあがりやりあがったね。キラッキラだったね。本当にパフォーマンス前に私もいろんなとこで話してるんだけど、ステージが映し出された瞬間に鳥肌が立った。確かにまだ何もしてないのにこんなカラフルに光るなんても予想してないもん。綺麗だったわ。本当にメンバーカラーの色がさいろいろあってもう。 ちゃんと二人で歌うときは、うん、その光の海が二色になる、うんうん、ねね、うんうん、なってたね。そこも細かいなって思った。ね、星もたくさんだったし。あとあ,あのお衣装のね。うんうん

もうつける箇所ないって感じだよね。顔ぐらいかな。顔。はやめてあげて。ひげ。サンタさんの白いおひげみたいな。もうだ。いやスクールアイドルじゃなくなっちゃう。なんかそれで信じる気持ちが揺らぐと。ポッポッポとか言ってさ。やだやだやめてよ。もうなんかこうあれれんちゃん一人こうイヤモフモフっていうのもいいな。多分ポニーテンかぶれ。 ちょっとね<ー>ポニテが高いから被るとね、うん、頭の長さ結構長めの人になっちゃうんじゃないかなとい髪色が暗いからこそイヤーモフモフでいいイヤーモフモフいいよ、ねうん、なんか目立ってたすごい、うん、めちゃめちゃ綺麗、ねうん、モフモフ個性が出てる